はいどうも、上ちゃん TV へようこそ。今回ですね、やっと久しぶりですね、非公式応援日本放送ファンの集い、77回目でしたっけ、もう分からないので77日目、だと思います。撮影日はですね、7月の13日ということになります。本当に久しぶり、やっとですね、あの東京都知事選から抜け出すことができました。本当にですね、ただいまということですね。で皆さんにですね、お帰りなさいということになります。はい、夏のキャラバンもう始まっていたということなんですけども、もう始まっちゃってたんですね。ちょっと回るとはありませんでしたけども、もう始まってたということで、これね、なんで知ったかと言いますと、まあ皆さんのコメントとかですね、ちょっとね、あったんですけども、百田さんですね、の動画で、東京目黒区でもうキャラバンやってるよというね、あれもカールさんのですね、電話で、まあこれ初めて知ったわけなんです。実際に、もうやってるんだということで、この情報が待って、全くないということですね。有本香織チャンネルプラスとかですね、そういったところまでですね、盛り込んでというか見てですね、情報をこう稼いだんですけども、なかなかないということでですね、皆さんにですね、知ってる方もう情報をですね、ちょっとね、いただきたいなということでですね、この動画を上げました。というのもですね、前々からですね、東京都知事選の話もありましたけども、もう本当はこれをやりたかったんです。はい、夏のキャラバンですね、2週間ぐらい前ですか、有本香織チャンネルですね、夜更かしライブかな、そういったところでですね、夏のキャラバン計画というものがですね、これね、動画出されましたけども、そこからですね、楽しみにしてたんです楽しみにしてたんですけど、なかなか情報が上がってこないということでですね、今回、もうちょっとしびれを切らしてこの動画を上げたということですね。本来ならですね、いろんな情報をかき集めて、そして皆さんにですね、ご紹介していたという、チャンネルなんですけども、それがないということでですね、これはちょっと、もう皆さんに助けてもらおうということでですね、ファンの集いというものをですね、しておりますから、そういったところで、情報をですね、いただけたらありがたいかなというふうに思います。最近のね、朝八の動きというか、日本放送の動きですよね。有本香織さんはですね、なんか福岡にですね、相当前ですけど視察に来てたという噂もね、ありましたけども、飯山あかりさんもですね、熊本視察、そして大分県視察ですね、熊本は太陽光パネルですね、そして、飯山あかりさん、大分で墓地という、視察というふうにですね、行かれましたけども、先日、昨日の朝8でですね、この墓地の話はありじゃないですけども、火葬場のですね、お話ちょっとされましたね。で、東京、また東京の話になりましたけども、ね、東京の話になりましたけども、なんていうんですか、火葬場が9つ、東京って火葬場9つしかないんですか。なんかすごいです。あんだけ人数いるのに9つしかないっていうのはちょっとびっくりしましたね。はい、9つしかないということで、その中の6つね、6つが中国企業と、中国傘下、株ですか、中国が、株を買ってると、1回で9万円というお話でしたね。そして2社、1社が民間、日本の企業ですね。そして2社が公営ということに、なってるらしいんですけども、9万円、皆さんどうです、聞いて9万円、はい、この辺、田舎ではですね、先日もお話したんですけど、1万円なんですよ、1万円ですよ、そしてですね、1万円こう払うでしょ、で、行政のからですね、町の方からですね、1万円、こっち、キックバックが来るんです。すると0円なんですね。ということはもう本当にこれ0円で、できるということなんですね。これやっぱりですね、百田さん言われましたけども、すべて公営にすべきだというふうにですね、言われました。そしたらですね、有本香織さんが、いや、公営にしたらもうサービスとかも全然ダメでしょうというふうなお話でしたけども、もう別に仮想場でサービスは そこそこでいいとは思いますけどもね。はい、施設を楽しみに行くわけでもありませんし、
手を合わせにですね、旅に複数ために行くわけですから、そういった豪華な施設はいりません。まあしょぼしょぼもダメですけど、やっぱそこそこはですね、公営でもですね、まあちゃんとされますからね。何かも問題かと言いますと、9万円これ限度ですか？もっと上がるんじゃないかなということですよね。なってくると9万円、10万円ね、日本人なら20万とかね、中国なら1万円とかね、まあ、そういうふうなこともね、なくもない、なくもない。そういったことを考えると、もう一生税金払ってきている日本人に対してですね、それはないだろうということで、やっぱ光栄かなというふうにやっぱ思いますね。ですので百田さんに私は1票入れます。はい、まあ、これ百田さんが好きだからとかそういう問題ではなくてですね、まあ、百田さんに1票入れたいというふうにね、まあ、思います。それとうちのコメントの方でですね、まあ、大分県 の, あの墓地問題ですね、で、火葬というのはもうなんていうんですか、法律で決めてくれというふうにですね、まあ、言われましたけども、私もそう思います。まあ、法律で決めてしまえばですね、まあ、それはもう解決、一発解決ということになりますからね。まあ、大分県のはですね、まあ、法律にちょっと間に合わないかもしれませんけども、これからその先はもう土葬はないということになりますからね。まあ、これはやっぱり土葬というのは長い日本の歴史の中でそういった土葬しなければならないねということがあったと思うんです。なぜかというとですね、やっぱこの日本の気候だと思います。やっぱり物が湿気が多かったりもする時期があるわけじゃないですか。だからそういった時期にやっぱり火葬にしないと、土葬にしない、土葬にするとやっぱりその腐敗の度合いがですね、やっぱり海外とは違うと思うんですね。乾燥の度合いですね、湿気が多いということでですね、やっぱり伝染病とか、まあ、そういったことが増えるということで、日本のこの気候に合わせて火葬ということになっているというふうに思います。それとですね、土葬にするとやっぱりね、犬が掘り返したりして、なんか骨がなんか露出したらダメでしょ。道歩いてたらいきなり人間の骨が出てきたら皆さん嫌でしょ。これはね、いくら山の奥でもね、まあ、そういったことでね、まあ、墓地はやめようということになったんじゃないかなというふうに思います。これはですね、いろんな宗教でまたこう変わってくるんですね。まあ、イスラム教とか、まあ、いろいろありますけども、そういったことで宗教とか全く変わってきます。ですので、まあまあ、お骨の扱いですよね。お骨の扱いなんかはうちあたりはですね、浄土真宗ということなんですけども、うちのお寺ですね、うちのお寺の話、個人的な話になるんですけども、亡くなられると、まあ、仏さんになるということですね。魂は仏さんになるということで、この お骨というのは重要視されてないんですね。ですけども、まあ、納骨堂とかお墓とかそういったところはありますよ。ただそれは、まあ、生きてる方々のためにお骨をちゃんと何ですか、収納するということですね。ですので、まあ、私ちょっと見たんですけども、その住職さんが、うちは納骨堂なんですね。ですので下からですね、袋をずらずらずらしてですね、骨がいっぱい入ってるんですよ、ここに。まあ、骨がで、その中にカラン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 って入れてですね、キュキュッと巻いてですね、またギュッと流してるということがあるんですけど、実際ね、現実ってそうなんです。現実はね、そうなんです。もうびっくりしましたからね、いきなりこう骨を出してきて、袋、透明な袋にブルルルルルってガタガタガタって言ってクキュッキュッてしてからギョチャギョチャって直すんです。で、これは宗教でやっぱりですね、考え方が違うんですね。 お骨っていうのはもう亡くなったら、さっき言いましたように仏さんになるので、お骨は重要視されてないんですね。はい、ということで、まあ、その、まあ、ご住職もですね、影で察知されたらいいかなと思ってたんです、思いましたけども、目の前でされましたからね。だから、まあ、宗教っていうのはそういうものですね、考え方ですからね。まあ、そういうことで、いろんな宗教というものがこれ関わってくるということで、一回ですね、
まあ、一回もうありの一決ですよ。それで許してしまうと、まあ、いろんなことを飲まなければいけなくなるということですね。一つの宗教では ものすごいのがありますからね。日本だけでもいっぱいあるでしょ、ね、そういったところを全部やっていかなければいけないということになってきますので、そしてこの大分県の墓地はですね、イスラム教徒しかダメということで、他の、ね、あれは受け付けないということですので、まあ、こういったところがバンバンできてくるというと、もうちょっと日本もう本当に、混乱します。はい、ということで、まあ先ほど言ったようにですね、まあ葬儀場というのは公営が一番いいということですね、そして土葬禁止と、これがですねやっぱり一番いいかなというふうに思います。まあ、そういったことでですね、夏のキャラバンの情報をですねちょっとお待ちしております。本当によろしくお願いいたします。皆さんとね共有していきましょう。はい、ということで今回つかみ忘れてました、またまあね、前回のね、浜田浩二さん、あ、よかったでしょ、はい、40日構想ということでですね、なんか仁義なき戦いというような感じでね、イメージ的に作りましたけども、まあ、その時の、まあ、サムネイルですね、はですね、石丸伸二、逮捕の可能性ということでですね、これやっておりました。やっておったんですけども、その下にですね、出るわ出るわというふうに書いておりましたけども、今回コメントで、アンチ、まあ信者さん、あ、まあどっちから見たらそうかなと、どっちから見たら、逆から見たらまた違うんですけどもね、まあ難しいですね、アンチと信者という表現もね、まあ立場によって違うということなんですけども、出るわ出るわ、あ、コメントもですね、そういった方々がですね、もう本当に出るわ出るわということでですね、まあ、コメントをですね、皆さんにですね、まあ、ご紹介していきたいというふうに思います。はい、ということで前回の動画ですね、石丸伸二氏逮捕の可能性、出るわ出るわ蓮舫さんよりも ひどいということですね、東京都知事事前運動オンパレードということで、まあ、動画を出させていただきました。はい、ありがとうございます。竹島雅子さん、いつもありがとうございます。なんかいつもなんか最初の方ですよね。はい、本当にありがとうございます。速攻で、打っていただいたということでありがとうございます。浜子さんは素晴らしい一材です、息子さんは陰なしだということで浜田康和さんみたいなですね、元防衛大臣ですね、まあですね、まあ元防衛大臣ですからね、活躍されてるというふうに思いますけども、全然見ませんね、なんかね、まあ、ね、マスコミもほとんど出てこないということですね、まあ浜子さんはですねバンバンテレビに出られましたけどもね、まあ政治家辞められてからねよく出られたんだからな。はい、ということで、次ですね、斉藤正一さんですね、一元さんですね、斉藤正一さん、キカ人賛成だろ、それも額なんでしょう、丸、ちょっと分かりませんねこれね、キカ人賛成だろ、キカ人賛成だろ、キカ人賛成だろ、これ誰のことを言ってるのかちょっと分からない、それも額丸、ちょっと分からない。はい、次行きましょう。はい、誠二郎さんですね、いつもありがとうございます。あ、いうことで、誰か告発したらわらわらわらと、お前がやれというふうにですね、私に言われております。アンチだろということで、彼の選挙参謀はプロだよということを言われております。まあ誰か告発したら誰かっていう、他の人に誰か告発しろということですね。俺はしないけどお前らやれということで、お前がやれ、こう俺がやれと、俺がやれということなんですけども、告発の話しました、告発した方がいいよとか、皆さん誰告発してくださいとか言いました？あれ言ってないけどな、逮捕の可能性があると言っただけですけどもね、なんでこんな風になるんだろう。彼の選挙参謀はプロだよということで、藤川さんですね、プロですね、プロならちゃんとやってもらいたいですね、最後の最後までね、まあいろんなところで言われておりますけども、まあ敗戦の弁ですね、その時にちゃんとこういう風に言った方がいいよとか、支援がなかったみたいなね、じゃないかなというふうにね、言われておりましたけども、本当ね、プロなら最後までね、されたらよかったかなと思います。まあ最後までされてあれかもしれませんけどもね。はい、次、チャチャプリティさんですね、いつもありがとうございます。はい、選挙のプロはグレーゾーンを狙って相手と差をつけようとするということですね。はい、まあ複雑な公職選挙法ですからね、そういったところをついてやってくるということですね。それがプロだというふうに言われております。公職選挙法自体があやふやで見直される人と、玉上さんのように証拠もないのに推定で有罪になる人がいますということですね。今回は3人ともその疑いがあります。
はい、3人とも疑いがあります、まあ、小池さん、蓮舫さん、石原さんということなんでしょうかね。はい、その結果次第で日本が法治国家か法治国家法治国家ね、法の、まあ、国家ね、法による国家、そして放置する、放置する、ペット放置する国家が分かりますねというふうに言われております。はいはいはい、うまいな。はい、はい、次ですね、倉沢さんですね。はい、倉沢さんですね、一元さんですね。そうですねと、当時は玉上さんは反対勢力にやられていましたねと、優しい性格のために諦めてしまったのが残念ですということですね。はい、本当に優しそうな、まあ、されてますけどね。はい、まあ、ちょっとね、年もね、ちょっと限界でしたね。はい、まあやっぱり、まあいろんなことは言われてますけども、東京都知事は、でも小池さんも結構言ってますからね、若い人がいいだろうということで人気が出るということでですね、言われておりましたけども、小池さんも結構ですからね。ということで玉上さんも別にいいじゃないかとね、ということですね。豊田さんですね、連邦石丸の前に小池だろと、詐称疑惑だろと、そっち先しろやということですね。その小池も不祥事が関の山、くだらない投稿だねということで、大変申し訳ございません、くだらない投稿でした。そうですか。はい、次行きましょう。はい、サスケ23歳、23ですね、23歳じゃないですね、今の自民には青山氏の原因がいますというふうに言われています。もう青山さんもね、早く衆議院に出られてですね、そして、まあ総理候補にですね、名乗りを上げてもらいたいかなと思います。青山氏の原因というのはですね、まあ自民党の党員獲得数、あれ1位か2位か、まあ、どっちかですよね。あ、そうそう、参議院では1位、高市早苗さんが衆議院では1位ということですね。ですので、こういった党員数獲得数がですね、上位の方しか出れないとかね、総裁選に出れないとかね、あの20人じゃなくてね、まあ、そういったこともちょっとね、あ、これ加味されてるんか、あ、それもね、加味されてたということですね。菊池さんですね、いつもありがとうございます。浜子さんですね、あの時代の熱い政治家はいませんねということです。はい、今は政治屋ということですね。まあ今回ね、この選、東京都知事選選挙で、まあ政治屋を一掃というふうにですね、言われておりましたけども、政治屋ね、ご自身がどうだったかと今ちょっと問われておりますね。今回ですね、まあ今噂されているのはですね、お金の問題ですね。お金の問題が、まあ、石丸さんの方に、まあ、ちょっと疑惑が出てきておりますね。そっちの方がやっぱりですね、重要になってきます。選挙というのはですね、お金が絡むと必ず逮捕者というのが出てきます。はい、これが出てきます。まあ、公職選挙法でですね、まあ、個人の寄付というのはですね、150万まで、というものがあります。それとかですね、企業の寄付というのもですね、選挙期間中ですよ、選挙期間中、これもですね、一定の、まあ、条件というもので、企業からの献金というのが許されております。それとですね、まあ、他にもですね、いろいろこうあるんですね。まあ、こうあるんですけども、実に細かい細かい、ということで、この細かいものをしっかりされてですね、石丸さん、寄付をですね、まあ、受けてられていたのかという疑惑が今度はですね、お金の問題で出てきておりますんでね、そういったことがもしなければ何事もなくいくということですね。何かあれば起訴されるということになります。これはですね、誰かが告発するとかするしないとかいう問題ではなくて、事件性があれば必ず着手されるということになってきますので、お金だけはですね、かなり厳しいです。こういった、まあ、事前運動とかそういうのはですね、ある程度ですね、まあ、さらっといく可能性もありますけども、こういったお金の問題だけはですね、しっかりやられますんでね、それが法治国家というものですね。はい、ポチッとしております。危ないですね、石丸さんもね、まあ、他の方々もそうですよ。小池さんもお金の問題があるかもしれません。蓮舫さんもあるかもしれません。このお三方、まあ、他の方もあるかもしれません。それ、お金となるとですね、必ず動きます。お金が必ず動きます。2回見ました。重要です。2回見ました。はい、E さんですね。一元さんですね。はい、グレーギリ政府と、何をもってギリ政府なんでしょうか。全国の新人議員が捕まる。2泊見たということで、2泊なんでしょうかね。これね、お前が証拠を集めて直接検察庁に告発しろというふうにですね、私が命令されております。あの、一元さんに命令されておりますよ。ポチッと押しておきますけどもね。はい、全国の新人議員が集まるということですね、言い切っちゃいましたね。この人もですね、証拠を集めていただきたいなと私はね、ちょっとね、思いましたね。はい、で、一件の返信ということでですね、はい、チャチャプリティさん、いつもありがとうございます。
はい、グレーゾーンの発想が政治家の始まりということでですね、ビタッときましたね。はい、グレーゾーンの発想ですね。グレーならいいだろうと、グレーならいいだろうということでですね、やられるプロの方、政治家の始まりというふうに言われております。あ、田中真紀子さんが言っていた立ち会い演説会と、田中真紀子さん、もうキングみたいなね、あ、キングじゃないや、女性でした。はい、ということで、YouTube で生放送ができるので、全員が一堂に集まって、視聴者からの質問にその場で回答すれば、熱意と適性が一目瞭然というふうにですね、言われております。私もね、これ思っておりました。朝まで生テレビをですね、56人全員集まってですね、やれと、やれじゃなかった。やってくださいというふうにですね、思いました。それぞれですね、挙手してですね、かわすということでですね、4時間か5時間ぐらいね、これやられたらちょっと視聴率上がったかなというふうに思いますよ。はい、ということで、石丸さんは選挙のあり方から正々堂々示さなければ政治家の思想は絵に描いた餅ですということでですね、チャタプリティさん、ありがとうございます。はい、もう援護射撃バッチリでありがとうございます。ちょっと私のねテンションもちょっと上がってきております。はい、ということでチャタプリティさん、ありがとうございます。はい、絵に描いた餅ですよということですね。はい、次行きましょう。はい、泉さんですね。はい、いつもありがとうございます。石丸がダメになればよかったよ。これからは LGBT やメガソーラーの受け入れするとか、まあね、するでしょうね、おそらくね。LGBT 賛成派でしたからね、メガソーラーもね、まあ、どんどんやるという人でしょうね、多分ね。怖いねと、東京を食い物にする輩がどうかクエスチョンですね。どうかちょっと見極めようということですね。しっかりと見届けることだ。小池や蓮舫、石丸もある意味グルですということですね。まあ、脱炭素を、ね、再エネ議連ということですかね。まあ、そういうことだというふうに思います。まあまあさんですね。はい、布教活動は OK、 やっぱり宗教なんだなというふうに言われてます。そうなんです。選挙カーでですね、まあ布教活動は大丈夫ですみたいなね、布教活動はみたいなことを言われましたね。布教活動はってしっかり言いましたからね。はい、ということで、あ、やっぱり宗教なんだなというふうにね、言われております。はい、そうですね、やっぱり宗教でも政治というのはちょっと宗教的なものがありますからね。はい、それはまあ石丸さんだけではないかなと思います。ただここでははっきり布教活動と言いましたからね。布教ですからね、普及活動なら良かったかなと思いますけどもね。はい、次ですね、原田さんですね。石丸新司を叩いて視聴数を稼ごうというだけが無駄だろうなということですね。はい、ポチッと押しておきます。そうなんですよ、うちはね弱小チャンネルですから誰も見てくれないという悲しい現実がありますからね。はい、それを承知でやっております。はい、次行きましょう。はい、次、パピオジンチャンネルさんですね。まあね、一元さんですね。再生数狙いなら叩くより、崇拝動画の方が回りますと。まさにその通り。まあね、絶賛しときまですね。まあ、回るということですね。私はやっぱちょっと慎重的にね、嘘はつけない性格ですので、これ本当にですね、人生嘘ついたらダメですよ。本当に。うちの息子にもですね、もう大概のことはいいけど、ちょっと嘘だけはつかんとってくれと。いうふうにね、ずっと言ってますんでね、私嘘はつきません。はい、嘘をつくときは黙っておきます。東京の弱体化を言ってるくらいなので、東京に行けなくて、悔しい都民以外の支持が高いということで。東京ね、うちの息子も、まあ、芸人目指してですね、東京に行って M1 とかね、キングオブコント出たんですよ。あ、一過性に負けて帰ってきましたけど。で、東京でね、アパート借りるとですね、西五反田、目黒、良かったですよ、もうね、まあ、本当に良かったです。境界線にいたんですけども、2年経つと、また敷金払わなきゃいけないんですよね、東京って、東京って、あれにはびっくりしました、どんだけ金がいるんだというふうにですね、同じところに住み続けるとですね、そういうことになるということで、びっくりしましたね、数十万また払わなければいけないということで、本当にびっくりしました。はい、ということで、なかなか東京行けないですね。アンチ動画が軒並み回ってないのは明白ということですね。このチャンネルは回ってない、その状況でも石丸逮捕までタイトル入ってると Google のアグリオリズムが弾かれるので回らないということですね。はい、皆さんご存知でしたか。これ AI がですね、そういうふうにするんですね。はい、でもうちは負けないということですね。そういったことが目的じゃないと、まあ、チータ目的ですけどもね、まあ、回った方がいいですよ。でもね、そういうこっちゃないでしょという話ですね。はい、返信ですね。ミルさんですね、
はい、一元さんですね。なるほど、少なくとも目的は使用する化石がなさそうですね、ということで。そうなんですよね、悲しいから、悲しいから、そういうことです。はい、うちはですね、まあそういったことで、皆さんと一緒にですね、ワイ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 楽しむというところの、まあチャンネルですね。はい、次行きましょう。柿田さんですね、いつもありがとうございます。本当にね、柿田さんいつもありがとうございます。ここ掘れワンワン石丸、犬掘ればオールモズ出てくる疑惑の大判小判さすがだな、さすがだなさん。たとえ石丸氏の指示じゃなくてもこれはアウトでしょと、今後どうなるかが要注意ですね、ということで、ポチッとしておきます。はい、21もついております、20もついておりますね。はい、要注意ですよ、これは本当に要注意。はい、そうなんですね、石丸さん指示じゃなくてもこれはですね、連座性というのがありますからね、連座性というのがありますからね。はい、そこも、ここで、ね、ここでいきましょう。はい、中村さんですね、一元さんですね、まあ、そこまで言うなら、あなたが告訴したらいいじゃないですか、というふうにクエスチョン、あれちょっと待って、クエスチョンじゃないですか、あ、じゃないですかという言い方ですね。はい、なぜ私がこれね、皆さんなんで告発しないと逮捕されないと思ってるのかな。なんですか、事実があればですね、警察動くんですよ、告発しなくてもね。皆さん、今度ね、これね、誰かが告発っていう言葉を変えたらですね、まあ、これも連続的にですね、みんなが、あ、告発は言っていいんだろうというふうにですね、バンバン書かれるのがちょっと例が多いですよね。この方がそうとは言ってませんよ、私はね。この方ね、この方誰でしょうね。中村さんですね。中村ゆきさんですね。この方が、では言ってませんよ。そうだとは言ってませんよ。はい。私はね、一言もね、言ってないです。この方、動画見たことあるんでしょうか、見てから言ってるんでしょうか。はい、中村ゆきさんですね。あ、政治家か政治家になれさかったのって、これ、見られたということですね。もう本当に、見ていただいてありがとうございます。はい、政治家か政治家になれさかってたのって、自民党が政権握らずからずっと分かっていると。クエスチョンじゃなくて分かっていると、私は思いますよ。はい、まあ、それは思います。自民党がに、これはね、自民党だけではないです。ね、皆さん、ご存知でしょ？はい、いろんな政治団体というのはですね、まあ、個人個人で違いますからね。はい、政治団体の話じゃないです。政治家、個人個人が政治家なのか政治家なのか、これ個人ですね、政党関係ないですね。ですので、まあ、いろいろいるということですね。はい、ということで、ゆうきゃんさんですね、一元さんですね、浜田の息子なんということで、これは浜田の息子なん、浜田聡さんですね、浜田光一さんの息子じゃありません。安和さんですね、それはですね、安和さんが息子で、ありますけども、浜田聡さんは息子で、あ、顔は似てますけどもね、ちょっとね、顔は似てますけども、そうではないということですね。はい、次行きましょう。A&F さんですね、ま、一元さんですね、石丸に乗っかるなと、お前ふざけんなと、くだらんと、保守党の応援しろというふうにですね、言われております。はい、そうですよ、保守党の応援しなければなりません。まあ、おっしゃる通り、おっしゃる通り、もうね、東京都知事選の、まあ、お話もですね、もう、私これね、この動画ですね、東京都知事選、この動画上げて、この動画上げて、この動画上げて、この動画上げようというふうにですね、ある程度こう決めてるんですね。で、前科悪化というふうにですね、動画これ出しましたけども、まあ、その付近でですね、あのぐらいの時期にですね、ひまさらさんの動画見たんですけども、その時にですね、あ、最後はこれで締めようかなというふうにね、思っておりました。ですので、今回、日本保守と帰ってまいりました。はい、まあ、ただいま、お帰りなさいということですね。はい、ポチッと押しておきます。次ですね、はい、ということで、兄みちおさん。援護射撃がすごい。くだらな見なければよし、保守党の応援はしてますよということで、まあ、ちょこちょこですね、応援は本当にね、動画内でしております。まあ、それでも気に入らないあなたがご自身で納得にいくページを立ち上げればいいと、文句だけは一人前で、自分は何も動かないというのが一番軽蔑されますのでというふうに言われております。でもね、兄みちおさん、ありがとうございます。はい、まあね、まあ、私もね、本当にね、賛成しなければならないというふうに思いますよ、これはね。東京都知事選ばっかりやってですね、まあ、いつもと違うね、なんかやり方でね、やってたということで、まあ、今回ね、これはね、まあ、日本保守党の情報がですね、どん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 上がればですね、日本保守党の情報をどん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 皆さんにお伝えしていくんですけども、ちょっとないとね、なかなかできないんでね、日本保守党の名前を使って再生回数を上げるっていうのは、ちょっと私、ちょっと心が、ちょっと
病んでくるので、そういうことちょっとしたくないんですね。情報があった時だけこうちょっとやりたいんですね。ですので違う時はですね、違うのをちょっとやそこに絡めないでね、ちょっとやりたいという気持ちがやっぱあります。はい、すいませんね、アニメ調査員ね、本当にありがとうございます。もう本当にね、ありがとうございます。次いきますね。はい、ゆうきゃんさんですね、まあ一元さんですね、この人は議員ということでまあ一元さんだからね、まあ知らないかなと思いますけども、まあ過去の動画とかですね、それとかですね、今からの動画またこれね見てください。はい、弱小チャンネルですので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、次ですね。はい、回答ですね、マサキッシュさんですね、議員ではありませんと、知識のある一般人YouTuber ですというふうにですね、ちょっと持ち上げてくださいました、ありがとうございます。こう嬉しいですね、知識のある、バカなんですけどもねということで、知識のある一般人です、一般人だよね、 YouTuber ということですね。まあ YouTuber というほどでもございません。はい、ただの趣味ですので、はい、日本史とあげあげということですね、これやっておりますんでね、ただのまあ一般ピープルです。はい、11267、さくらさんですね、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。モノクロ浜子ということで白黒にしました、あれね、実際はのカラーなんですよ、あれね、ということで、ああじゃないとちょっとね雰囲気が出なかったんですよ。はい、仁義なき戦いのね雰囲気が出なかった。つかみはバッチでしたということで、ありがとうございます、ありがとうございます、よかったよかった、ということで、お、今までの中で一番かもということ書かれておりますけども、知らんけどということでありましたけども、千葉県には浜子が作った浜子通りがありますということですね。もうやっぱりね、議員さんで、まあ成功しますと、まあ街が潤うんですね、まあそれが日本の歴史ということですね。砂利道から突然アスファルトの綺麗な通りに驚きましたということですね。県境とかどうなるんでしょうね、スパッとこう砂利道になるんですかね、スパッとね、そういったところがね、まあ面白いなと言われております。はい、本当に面白いですね。はいはい、ありがとうございます。なんでありがとうございます。はい、マッハ3203ですね。はい、ということで、この一元さんですね、あなたが責任を持って告発してくださいというふうに言われております。ポチッと押してますけどね。はい、ということで、まあ告発しなくてもですね、何かあればですね逮捕されます。はい、ご心配なくということですね。何ですか、読めません、すみません、申し訳ないです。はい、お前が告発しろやというふうにですね、まあ命令されておりますけどもなんか品がないな、みんなな、どうしてこの告発しろやで、一般、もうこの告発しろや、告発しろやばっかりですね。はい、こうやってね、続くんですね、こういったのね、これは言っていいだろうということですね。ということで、まあ、さっきも言いましたけども、告発しなくても、あったら捕まります。はい、ということですね。それが答えです。捕まるか捕まらないかが答えということですね。はい、次ですね、四つ葉のクローバーさん、いつもありがとうございます。松原議員さんですね、虎ノ門ニュースでね、よく出られておりますね。私もちょっとね、ちょこっと前半見ました。あ、まだ後から見たいかなと思いますけども、浜田議員さんですね、浜田聡さん議員さんですね、ぜひ日本保守党へというふうに言われております。まあ松原仁さん来たらいいですね。この浜田さん多分来ない、維新ですからこれ来ないと思いますけどもね。今松原さんはですね、無所属で毎朝ですね、立たれているということでですね、朝4時に起きて、犬の散歩の後に立っているということを言われておりましたね。そして飯山あかりさんも国政議員へということですね。あと百田さん、有本さんが質問決めてくれれば、まあそれはあの大御所がくれれば、もうそりゃもうそりゃもうほらもう湧き上がりますよ。はい、日本保守党ファンの集い爆発しますよ本当に。はい、日本保守党の、基盤は盤石なんだがなぁと言われております。我らの夢が叶えますように願っていますというふうに言われております。そうですね、みんなでやっぱ日本保守党、まあ太くなるようにですね、まあ頑張っていきたいというふうに思いますね。はい、次、ヨヘイさんですね、上位の3人は揃って失脚するかもねと、再選挙かもということですね。私もこれ、まあ以前の動画でですね、再選挙の可能性があるというふうに言いました。これはですね、小池さんが、ただ小池さんは学歴詐称だけですからね、あれはなかなか難しいと思いますよ。ちゃんとした学校、大学からですね、認められてますからね、なかなかあれは難しいと思います。他にですね、金銭の授受、これがあったらもうアウトですね。はい、まあ、金銭が動かない限り逮捕はないかなというふうに思います。はい、コーチさんですね、この方もまた一元さんですね、今更、じゃあ告発してくださいな、わらわらわらと、笑いというふうにですね、まあ言われております。
はい、ということで、もう何回も言ってますんでね、まあそういうことですね。星さんですね、まあお前何言ってんのと、恥を知れということで、変わる日本を、変わる日本を分からんかなというふうに言われております。何か惨めやなというふうにですね、私がちょっと惨めだと、お前惨めだというふうに言われております。はい、変わる日本を分からんかなということで、悪い方向になっちゃいますよと心配してるんですよ、私は。はい、ということでね、なんていうかな、星さん、星誠さんですね。はい、ということで、まあそうですね、この方にから言ったら、いい、東京になるんだということですね。それが理解できます。私から言ったら、大丈夫なのというふうなことになります。はい、立場が変われば意見が変わるということですね、星さん。そういうことですよ。リアス式典、いいですねこの名前、リアス式典。はい、リアス式典の方ですね。お前って表現誤爆レベルというふうですね、言われております。はい、お前はダメですよ。はい、ね、お前はダメです。はい、で、小学生だったら許されるけどねということで、はい、小学生レベルという、まあ、ことですね、別にということで言われておりますけど、ストラ ボランドさんですね、何ですか、他に、は数字欲しいだけやん、取れてないけどと言った方ですね。はい、すいません、数字取れておりません。毎回のことです、これはね。もう私は慣れております。別にということですね。はい、次で、カズユキナナウラさんですね。はい、恥を知れ、恥を知れ、入りましたねということですね。あ、それで恥を知れって書いてあるんだ、ひらがなで。はぁ、そういうことか。あ、恥を知れ、恥を知れ、入りましたねということで、私にですね、恥を知れということを言われたんですね。まあ、ひらがなで。はい、次行きましょう。はい、ということで、ガトーさんですね、気色悪いというふうに言われております。すいませんね、気色悪くて、本当に本当に気色悪いね。まあ、でも私も自分のこと気色悪いと思いますもん。誰なのということで、まあ、笑い泣きされておりますけども、まあ、チャンネル見てくださいね。チャンネル見たらわかる、チャンネル見たらわかりますよ。元祖ハミチンデカ、ハミチンデカいい名前だハミチンデカ、いい名前だ、大好きですね。はい、こんな人もいるんだねと、誰か相手してやってちょということで、もうハミチンデカさん、もう相手してください、私の、本当に本当に相手してください。もう弱小チャンネルすぎてですね。はい、ということです弱小チャンネルすぎないとこういったコメントの紹介できないんですよ。はい、ストラボランドさんですね。はい、連投ですね。わ、数字欲しいだけやんと、取れてないけどということで取れておりません全く取れておりません。毎回ですからね。はい、あれ道夫さんですね。はい、上ちゃん、浜子懐かしいですねと、自分が年を取り重ねる方なんだか浜子が好きになっていくというねということです。はい、そうなんですよ、浜子良かったんですよ、私も大好きでですね。はい、もうバーンバーン、もう何ですか、暴れん坊ですからね、もうブルドーザーね、田中派ですからね、もうああいった政治家が多かったですね。それにしても石丸丸ですね、闇のことをよくぞ言ってくださいましたと、これね、もうバッシングされるっていうのはもう分かっておりましたからね。いろんなですね、まあ有識者というかな、まあ、発言インフルエンサーの方がですね、まあ、石丸さんのことを言うとかなりバン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 来るんだよねというふうに言われましたんで、私のところでもですね、これ来るかなと、まあ、予測はしておりました狂信者から、まあ、確実に大バッシングが来るだろうけどと、まあ、上ちゃんならカエルの面にしょんべんでしょうということで伊達に40年も政治にかかってるわけじゃないのでということですね。はい、そうです、私はね、そうなんですよ。田中真紀子さんが大臣された頃からですね、まあ、私はこうちょっと少しずつ動いておりますんでね、むしろガンガン攻めてくださいねということですね。目を覚ましてやるのが彼らに対する優しさですということですね。私優しいんでね、本当に自分で言うのもなんですけども、本当に、なんていうかな、この方が、この人がなぜこんなことを言ってるのかっていうのが、ね、ちょっと気になっちゃうんですよね、そこがな、ね。まあ、さっさ流せばいいんでしょうけども、はい、ドラゴン G ボーイさんですね、誰ということで、本当にですね、人に聞くちょっと動画見られた方がいいかなと思いますけどもね、まあ各所でですね、まあ素性を明かしておりますんでね。カジさんですね、まあ憶測が過ぎると、ほぼ妄想で語ってるけど大丈夫かつか、何このテンションということで、このテンションはですね、昔からこのテンションなんです。はい、ということで妄想では全然語っておりません、資料ですね全部出してですね、あれちょっと待って、この方ね、動画見たのかな、全部
あの資料出して言ってるんですけどもね、はい、根拠のないこと私言いませんからね、はい、ちゃんと、まあ、見たんでしょうね。妄想で語ってるけど大丈夫ということで、まあ、妄想では語ってませんけどもね、私は流れ星ということでですね、まあ、一元さんですね、ひまそらさんが証拠も出して説明していましたけど、他にもいろいろということですね、はい、まあ、ありがとうございます、はい、援護射撃ありがとうございます、本当にありがとうございます。そうなんですよ、ひまそらさんがですね、ことの発端はですね、島園さんがですね、石丸さんにインタビューしたとこから始まっています。はい、そこからいろいろあるんですよ。本人が言ったんですから、確認団体って知らなかったのかな。はい、今から東京都知事に出ようという方がですね、確認団体も知らないというのはちょっと問題かなと思いますけどもね。はい、ゆうたさんですね、俺優しいから教えてあげるけど、選挙に使う CM とかビラは絶対審査会社通すからということですね、絶対ということですね。 CM あったんですか、 CM、 あ、小池さんのということで、よっぽどお金がじゃない、法末じゃない限り選挙違反にはならんのよということで、まあ、お金を払って審査会社通すから大丈夫なんだよということなんですね。はい、でもあれ見たらダメでしょ、その審査会社ダメでしょということですね。はい、わらーと、あー、暇すらなんかが言ってたんやろということですね。あいつはアホやからそんな常識も知らんねんということで、まあ、しっかり調べられてですね、動画出されておりました。これ見られたのかな、しっかりあの動画、1時間半ぐらいの動画を見られてですね、これ言ってもらいたいかなと思います。あれ見たらね、ちょっとね、変わるかなと思いますよ。あ、そうか、あ、そうか、さっきの人も一緒で、立場が違うと見方が、この目線が違うんですよね。人間ってそういうもんなんです。はい、皆さんそうじゃないかもしれないですけど、私もですね、立場が違うとですね、意見が変わってくるんですね、見方が変わってくるんですね。ミュウさんですね、はいはい、前半は違反の証拠を話していたのに、中盤からただの叩きになっているということで、しまった、心が出てしまった、すいません、申し訳ございません。はい、ね、中盤からそんな風になってたんでしょうね。やっぱだん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 ね、喋りがね、そういう風になってきたんだという風に思いますね。ということはもう前半ちゃんと見られたと、後半も見られたということで、全部見られたということなんですね。もう本当に貴重な時間をですね、使っていただいて本当にありがとうございます。はい、嬉しいです。ちゃんと見ていただいたというのは本当に嬉しいですね。はい、叩きになってたということで、本当にこれはね、ちょっとね、反省しなきゃいけないですね、これはね、やっぱね。はい、ということで、ケイさんですね、一元さんですね、まあ、こんな人間でもそれらしく物語に熱をする、信じるバカがいるということでですね、物語を熱をしておりません、事実をですね、まあ、客観的に見てですね、それを皆さんにお伝えしたということですね。はい、はい、トントンさんですね、可愛らしいですね、トントンさん、あ、まあ、名前可愛らしいですね。ちょっと浜田達さんの引用って笑いということで、二次情報のさらに加工ですか、笑いというふうに言われておりますけども、まあ、引用、大体引用しますよ、皆さん、あの YouTube の方はですね、YouTube、まあ、大体あの引用します、直接ですね、取材してですね、される方はですね、まあ、取材する YouTuber というですね、須田慎一郎さんとかですね、まあ、おられますけども、まあ、大体ですね、いろんな、まあ、動画とかニュースとか書物とか見てですね、それを見てから皆さんにお伝えするということですね。大体、まあ、引用が多いということですね、それとか私はですね、一次情報とかも見に行きますんでね、省庁とか あるでしょ、そういうの一次情報とか見てから皆さんにお伝えするということをやっております。ですので、根拠のない嘘話というのはあんまりしないですね、噂としてですね、皆さんにお伝えすることはあります。ですので、まあ、そういったことで やっておりますということで、二次情報のさらに加工ですかということでですね、まあ、加工はしておりません、まあね、言われたことをですね、まあ、まとめて皆さんにお伝えしているということですね。はい、次ですね、全然読めません、まんじまださんですね。はい、ということで、言葉遊びに過ぎない低レベルな発想ということですね、まあ、言われております。はい、これは完全な悪口ですね、これ悪口ですね、スカイフレーンさんですね、この方も一元さんですね、石丸頑張れと、金欲しさにこういう人が増えるけどということですね、私のことですね、金欲しさに、まあ、やってるということですね。はい、和幸七村さんですね、はい、ありがとうございます、いつもありがとうございます。石丸さんを持ち上げれば簡単にお金が入るからって公言している信者がサイトがありますということですね。そういうことなんですよ、皆さんね、公言しなくても信者サイトは潤っているようですねということですね、こっちはもう全然潤っておりませんということで、もう本当そうなんですよ。私はね、弱小チャンネルなんでね、
今日なんか何回言いました弱小チャンネルって。 YouTube これ上げるでしょ、再生回数を上げたいと思うのはこれは、まあ、当たり前の話と思いますよ。ただね、嘘をついてまで上げようとは思わないですね。自分の心にね、嘘をついてまでは上げようと思わないということですね。はい、ですので、まあね、スカイプレーンさんまたね見られてくださいね。はい、ということで、三谷さんですね。はい、ありがとうございます。見るかにうさんくさい感じということで私のことを言われております。どこを見とると、お、どこを見とるということは、あ、まあ九州の方なんでしょうか。はい、世間の雰囲気で話すやから日本のことを話せというふうに言われております。はい、はい、同じ方ですね、出るは出るはこういうもんがということで私のことを言っております。はい、出るは出るは、あ、まあ、公職選挙法違反の話をしておりましたけども、出るは出るはこういう方がというね、私から見ればこの方ということになりますけどもね、ケンジさんですね、喋りが下手やなということで、これがプロかということで、どっか見たことあるなこの方というふうに言われておりますけども、プロではございませんと、アホくさと言っておられるのがビバエスパーナーさん、うん、ちょっと読みません、日本人ですので、アホくさと言われております。はい、シロー坂本なんですね、この方も一元さんですね。一元さん多いですね。そんなにひどいなら告発してくださいというふうにですね言われております。はい、この方もね、私のことをですね、まあ命令しておりますけども、どうしてこの命令されるのかがちょっと分かりませんけどもね。はい、おはようございます上ちゃん。ちょっと幼少期の話ということでですね、父親の仕事の関係で札幌から本州に引っ越した時、初めて、瓦屋根を見ましたと。お、北海道の家は気候風土の関係から瓦屋根というのがあまりないのでびっくりしましたということで、あ、そうなんですかって九州ですか、わかりませんでしたね。はい、札幌はいろいろ地域から人が集まってきているので、標準語に近い言葉が話されています。独特の表現がありますがということですね。私もですね、河原で驚いたのは、出雲ですね、出雲市に行くとですね、同じ色なんですね、河原が茶色なんです。茶色ばっかバーッと並んでるんですよ。あれは驚きましたね。なんででしょうねっていう感じは、まあ理由は分かりませんけども、はい、あれには驚きました。一番驚いたのは学校の先生の言葉が、いや理解できませんでしたということで、訛りがあったんですねと。かなりやっぱちょっとひどいんでしょうかね。3ヶ月は先生の言葉が分かりませんでした。でもね、自分たちは標準語を話していると信じています。そうなんです、標準語を話していると、私もそうなんです、信じてるんですね、それはね。はい、学校の先生からして熊が出てたりする田舎から来ていたので、都会の雰囲気に早く慣れるようにしてくださいと言われましたが、札幌の方がかなりの都会なんで気にしてましたということですね。教師による北海道ディスりがありました。子供ながらに傷ついたものですということで、まあ、ちょっとね、子供の時にですね、やっぱりそういった傷ついて大人になっても覚えてますもんね。はい、今回上ちゃんエディマーフィーのビバリーヒルズコップを深夜ご覧になったとこと、本当面白いです。もう最初から最後、まあ最後までじゃないですけど笑いっぱなしでしたね。もう本当にやっぱ面白いです、本当に面白い。でも一つ言わせてもらうと、ビバリーヒルズをカリフォルニア州のロサンゼルスにありますのは知ってますいや、さあ喋りながらね、あ、これ勘違いされるかなと思いました。ちょろっとね、思いました思いましたけども、それはわかります。はい、ニューヨークではありません、失礼しましたということで、ごめんなさいということですね。はい、もう、まあね、ビバリーヒルズ頭になってましたからね、ちょっとねまあそれはわかりますよ。はい、ということでありがとうございます。いつもいつもね、ありがとうございます。楽しかった、ちょっとね、今回のあのこれね、記事面白かった、コメント面白かったですね。はい、はい、真の19623ですね。はい、くだらないアンチはやめろと、頭がまずく終了。はい、終わりました、ありがとうございます。終了ですね、もう本当に終わりました。はい、ということで、和幸さんですね。はい、信者さんがいっぱい押し寄せているとようですがと、内輪だけで盛り上がっているのとばかり思っていましたということですね。認識を変えます。ご本尊様と同じく攻撃的な方が多いですねということですね。あの日本保守党の方 の支持者とは、まあ、ちょっと違うような感じもしますね。私ね、これ読んでるとね、かなりやっぱ攻撃的な方が多いです。本当にご本尊様と本当にこれね一緒ですね。はい、ということですね。はい、リーちゃんですね。お金の匂いを嗅ぎつけ、わけのわからないおじさんが出てくる現実かということで、はい、私です。日本を変えるのは難しいですねというふうに言われておりますけども、まあ返信ですね。はい、和幸さん、あ、もう援護射撃本当にありがとうございます。もう本当にね、こういう方がいるから私はですね、もう心強いんですね。ことの発端は、信者さん方のチャンネルが金儲けのために烏合の竹のように湧き上がったからではないかとの認識ですと
そうですね、本当にそうですよね、信者さんのチャンネルで石丸さんを取り上げていれば簡単に再生回数稼げると公言されているものがありましたよということで、紹介してもいいですが案内することになるのでやめときますけどということですね。はい、おったんはそちらからということですね。はい、でもですね、このですね、リーチャーさんですね、また見てくださいね、ここはですね、アットホームですから、本当にアットホーム、皆さん本当にね、優しい方ばかりでですね、やっておりますんでね、小野さんですね、石丸慎二それ以上でもそれ以下でもないあなたは誰ですかということですね、そういうことですね、見られてくださいね、またね、どうかね。はい、ダイヤさん、いつもありがとうございます。はい、ダイヤさん、いつもありがとうございますね、またまたおはようございますと、あ、また1回でしたね、おはようございます、上ちゃんと。最近 EU の東部ポーランドでリトニアのその近辺が妙な動きをしているようですということで、お、新しい情報ですね。まさか戦火にならないのにいいと思いますが、歴史を見るとポーランドやリトニアが国が消滅するようなことが起きていますと。なかなかね、あっち方面の情報というのはなかなかやっぱ難しいですね。なんか聞いててもちょっとなんかよくわからない、耳が取れないというところもちょっとありますけども、はい、教えてください。ポーランドもリトニアも素敵な国ですよと。ポーランドはショパンの故郷、しかも収容所の跡が博物館みたいになってますと。この方よく知ってますね、ダイアンさん、よく知られてます本当に。これ現地に行かないとわからない情報みたいですけどもね、リトニアもいいですよと。リトニアの人の宗教はカトリックで信仰心が深いのですと。私のアイコンの写真はリトニアのお城の写真ですということで、あ、これなんですね。ああ素晴らしい、綺麗ですね、やっぱいいですね、はい、綺麗、リトニアにはあの命のビザの杉原千畝さん関係のものがカウナスという町にありますというふうに言われております。イギリスは私が初めて海岸に行った国ですということで、あ、すごいですね私はほとんどこの町から出ませんからねその後何回もイギリスに行っていました。主な目的はセミナーの受講ですと。おお、なだからなんか親近感を湧くんですよねということですね、まあいろいろ行きましたねと。ロンドンだけではなくエディンバラ、スコットランドの首都やウェールズね、城ですね、もう回りました。まだ行きたくないところは、行きたいところはたくさんありますと。南のアイランドにも行きましたよということで、すごい世界旅行してますね本当にすごいな。でも両親の方用もあるし、円安だし、お金もないし、海外の治安はものすごく悪いと聞いてますから、出かけるのがめんどくさいですというふうに言われております。円安ですね、もう円安がいいという方もおられますけども、先ほど言うようにですね、まあ立場が違えば円安が良かったり、立場が違えば円高が良かったりしますからね、そういえば上ちゃん、新婚旅行はオーストラリアのゴールドコーストだそうですねということで、私もオーストラリアのシドニーという周辺、首都キャンベラに行きました。食べ物美味しいですねというふうに言われております。はい、美味しかったですね、食べ物もね。ただね、朝食だけはちょっと合いませんでした。朝食はですので、和食をねちょっとね食べさせてもらいました。そしてですね、トイレが合わない、舌が開いてますもん、上もあれはダメ、もう全然ダメでした。ですので、まあ全然トイレに行きませんでしたねお腹が膨れてそういったね記憶があります。はい、ニュージーランドもいいですよと。映画のロケ地に使われていますねと。ラストサムライやロード・オブ・ザ・リング、あー、いいですね。私10日ほどニュージーランドに行っていて、あちこち見ました。そういえば南の島のクライストチャーチ、私が行った2年後かなということで、あ、地震があって壊滅状態になったということでですね、あー、日本人も犠牲になりましたということですね。クライストチャーチの映画館ではハウルの動く城ハウルズームウィズカーするありがとうございます。日本人なので映画が読めないですということで、ちゃんと書いてくださいましたね、ありがとうございます。上映してましたということですね。実はメンタルやられて退職したのですがと。ああ、そうなんですね。ああ、はい、すぐに両親の介護になりまして、自分の病気治療どころじゃありませんでしたと。私は一人っ子なんでということで、ああ、一人っ子ですね。うちの息子も一人っ子です。ようやく自分をいたわることができて治療をしております。あ、治療中なんですね。本当にご自愛ください。本当にお大事になってください。本当に。またですね、病気治されてですね、また海外旅行されたらいいかなと思います。はい、よもやごとを申しまして、ごめんなさいということで、バイデンさん、つい、人名も間違えてましたねと、テレビから前に入っているところで致命的ですねというふうに言われております。本当にですね、もうダメでしょ、あの人は。やっぱもうトランプさんに変わってもらわないとダメですね。ただテレビではトランプさん叩きが結構多いですね。ということはやっぱトランプさん大丈夫なんだということですね。トランプさんがいいんだということですね。はい、次ですね、ヒサさんですね、日本の劣化が止まらない危機感を抱いています。今こそ日本を豊かに、強くと、強く豊かにということですね。はい、本当ですね、
もう安倍さんが亡くなられて本当に劣化がひどいですね。ですので、まあ、本当に日本首都今からですねどんどん頑張っていかなければ太くなっていけないというふうにやっぱ思いますね。はい、そしてこれ最後ですね、最後ですね。はい、ということで、最後、室岡さんですね。はい、しょうもないということで終わりました。あ、しょうもないやからということで、まあ、これはどっちのことなんでしょうか。私のことなのか、コメントで、まあ、いろいろ書いてくる、まあ、悪口を書いてくる人なんでしょうか、ちょっとわかりませんね。はい、ということで終わりました。はい、ということで、コメントをですね、まあ、すべて、まあ、ご紹介したということなんですけども、まあ、いろいろなですね、まあ、石丸さん支援者というのがまあ多かったですね。まあ、ただちょっとね残念なのは、まあ、印象として告発しろよ、お前がしろよと、まあ、言葉遣いはちょっと、まあ、こっちに置いといて、なんていうんですか、私の、まあ、逮捕の可能性というものですね、これに対してですね、例えばあこういうふうな解釈は あるんじゃないでしょうかとか、まあ、反論ですね、論、反論ですよ。論ですね。反論をされてる方が一人もいなかったというのがちょっと寂しかったですね。私はですね、まあ私から見てアンチですね。の方はですね、門を開けてるんですね。ちゃんとあのコメントご紹介してるんですね。皆さん、常連さんの方はもうお分かりでしょうけど。で、それでやってるんですけども。それなぜかと言ったらですね、私が考えつかない考えというものがあるかもしれない。だからそれ知りたいんですね。だからこうご紹介してるんですけども。やっぱ悪口はダメですね。ということで、例えばネット広告、あれにしてもですね、まあ、内容ですね、そしてですね、この内容というものが東京都知事選挙を示唆するものはこういったことで違うんじゃないですかということですね、そういうことを言ってくださる、まあ、コメントを欲しかったですね。それとか、東京を動かそう、これは単なる言葉であって、まあ東京、まあ、知事選のことは連想しないよとか、まあ、そういったことですね、ちゃんとした根拠で違うことをちゃんと教えていただきたかったですね。それと確認団体ですね、これはですね、まあ、言い間違いというものがあります。言い間違いね、まあ、石丸さんの言い間違い、後援会と、ね、関係団体、これ言い間違えちゃったというものがありますよ、まあ、そういった意見ですね。それとか、事前ビラですね。あの事前ビラに関してはですね、例えば反石丸派の方がですね、非公式といってですね、全然違う、まあ、どっからか写真持ってきてですね、ああいった文章を作ったんじゃないかとか、でそういったこともまあ考えられますよね。石丸さんをですね、まあ、叩き襲う方としてですね、そういったものをこうボンと出すということですね。ですので、ね、そういったことも、まあ、考えられるということを、まあ、ちょっと言ってくれたりですね、それとか一番最後、布教活動で禁句でございますのでとかですね、あのアナウンスですね、あれもですね空しか映ってないんですね。ですので偽造というね、ことも考えられます。そういったことをね、なぜね、石丸さんが好きな人、ね、支援者の方がなぜそういったことを自分の頭考えて、私に言ってきてこないのかということですね、単なるこう悪口、告白しろやボケみたいなね、そんなことが多かったっていうのをね、まあ、一人もいなかったということですね、そういった反論をしてくる、まあ、客観的に見て反論をしてくる方が一人もいなかったっていうのが本当に悲しかったですね。本当にそこは悲しかったというふうに思います。はい、まあ、日本保守党のファンの方っていうのはですね、こういったことはもうほとんどおられませんね。ちゃんと何ですか、反日本保守党ですね、で反論されている方はですね、しっかりですね、まあ、反論されてきております。で賛成党の方もですね、支援されている方もこっちに反論するときはしっかりですね、文書を固めてそして、反論されてきます。でただこの石丸さんの、まあ、予想はしてました、こんな風に来るとは予想はしてましたけども、ここまでやっぱひどいとは思いませんでしたね。ちゃんとした反論があるのかなというふうに思いました。逮捕の可能性ですからね、ですので、私はですね、そういったところはですね、今私が言ったことですね、これはそういった反論が来るかなと思ってですね、わざと言ってなかったんですね、わざとこれ開けてたんです、そこだけはね、ですのでこういったことがまあなかったっていうのはまあ、ちょっと悲しかったかなというふうに思います。
それではですね、また日本保守党のですね、いろんな動きがあったらですね、この動画やっていきたいと、またファンの集いやっていきたいというふうに思います。ですので皆さん、情報ください。はい、情報がないです。本当に、夏のキャラはなんであんな情報ないの？本当にないですよ。はい。だって、目黒区なんか、百田さんが言わなかったら分かんなかったですよ。私ね、動画もほとんど見てますよ。本当見てますよ。ですので、朝発とかもほとんど全部見てますしね、チャンネルプラスも、1回目ちょっと見てなかったかな。1回目出てきたのかな、有本香里さん。ね、2回目ちょっと見ましたけどもね。はい。ということで、最後になりましたけども、いろんなところでですね、今度の 総裁選、小泉さんですね、スンズローがですね、小泉スンズローが出てくるという噂がですね、バンバン流れてきておりますので、あの方々だったら、日本どうなるのかなというふうに思いますけどもね、ちょっとね、きついですね。やっぱり高市早苗さんしかないでしょうというふうにですね、思いますけども。高市さん、上げ上げでですね、ちょっとね、やっていきたいかなと思います。百田さんも有本さんもですね、高市早苗さん、上げ上げになってきておりますので、この日本保守党ファンの集いでもですね、しっかりですね、盛り上げていきたいというふうに思いますので、皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。